花テレビ放送のラビリンスシアターです。今晩はコンボイをお届けします。アメリカ大陸を縦横に走行するトラックのドライバーを主役にした映画です。そのドライバーの一人、ダクニー・クリス・クリストファーソン、トラッカーを取り締まる強烈な個性を持った保安官ライルにアーネスト・ボグライン、車が故障しダックのトラックに乗り合わせることになる女性メリッサに、アリー・マクグローが絡んで物語が展開してまいります。映画のタイトルのコンボイとは、大型トラックの隊列という意味がありますですね。監督はサム・ペキンパーで、バイオレンス映画の巨匠と言われていましたが、84年に60歳で亡くなりました。マクイーンとこの映画にも出ているアリー・マクグローが主演したゲタウェイ、アーネスト・ボーグナインも出演していたワイルド・バンチ、クリス・クリストファーソン主演のビリー・ザ・キッド21歳の生涯なども監督しております。主な出演者ですが、クリス・クリストファーソンは極めて難しいと言われるローズ奨学金を得てオックスフォード大学を卒業、秀才の名が高かったのですが、その後は映画俳優というよりカントリー&ウェスタン界の大物となりました。しかし映画でもエレン・バーンスティーンと共演したアリスの恋や三島由紀夫の小説を映画化した午後の栄光などでいい味を出しておりましたですね。アリー・マクグローはある愛の歌で主演していました。愛とは決して後悔しないことだそうですよ。この後ゲタウェイで共演したスティーブ・マックイーンと結婚しました。アーネスト・ボグナイン、容姿にコンプレックスを持っている30歳を過ぎた独身男の切ない思いを描いたマーティーという映画でオスカー主演男優賞を得ております。この映画はアメリカのハイウェイで活躍するトラッカーたちを描いていますが、何しろ大型トラック、トレーラーなど数百台の隊列を組んだコンボイの迫力があまりに強くて、主役自体がコンボイになったような気がします。しかし巨大なコンボイとなってハイウェイを怒涛のように走るトラッカーを選挙活動に利用しようとする人間や、妊娠した妻を思いやるトラッカーのエピソードを入れたり、生活の変わりを背景に取り入れてもいます。取り締まる保安官アーネスト・ボグナインも剛腕でありながらも小ずるいところもあるのですが、憎めない儲け役をやっております。それではコンボイをご覧ください。奈良テレビ放送です。